今回はですね、ボンコンティンボンコンティンボンコンティン、まあ、全部キューバの楽器なんだがそれぞれはまあ単体で違った使われ方をされていましたと最初から三味一体じゃなかったっていうことね、えー、まずコンガからいこうかねコンガはいコンガとは樽型の太鼓ですねまあボンゴとコンガどっちか分かんなくなるっていう人がいらっしゃるようですけれどもコンガが樽の方長い方ですね でこちらは、まあ、モロアフリカ由来、えー、キューバの楽器なんだけれどもアフリカ由来ですねキューバっていう国は、えー、植民地とされておりまして、まあ、スペインからアフリカの人たちが連れてこられて労働させられていたというところです、はい、でそこで、えー、アフリカの、えー、リズムだったり、えー、ルーツ的な太鼓が渡ってきたと、えー、思っていただければおよそ間違ってないで基本はこれ1本なんだけれども、えー、現代ではこう2本3本4本並べて 叩けるよっていいうのがコンガでですす、はい、比較的低い太鼓ですボ,ンゴ、はいえー、ボンゴはねちっちゃい方小ぶりな方で2個セットくっついてる形です、はい、これもキューバの楽器で、えー、これ諸説ありっていう感じなんだけれどもアフリカ由来っていう人とキューバオリジナルのものじゃないかっていうね、えー、諸説ありっていう感じです僕どっっちかっていうとキューバ派 ですはいマッチョとエンブラ男と女っていうね、えー、セットで比較的音は高めはい、まあ、太鼓っていうのは毛が小さいと音が音程が高くなる傾向にありますので、えー、ボンゴは高い楽器とで最後ティンバレスこれだけ1個またちょっと別の国からっていうかねヨーロッパスペインからの 楽器もとは何だったかというとティンパニーですね。ティンパニー。クラシックとかオーケストラとか吹奏楽とかでありますけども、ブン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 、ンンっていうティンパニーっていう楽器がありまして、それを真似た、模した形がこちらティンパルスでございます。だからティンパニーなのね、これは。ダモンでヨーロッパ圏の音楽、特にまあ、わかりやすいところで言うとクラシック音楽なんかで使われるような使い方を最初はされたというイメージで。 いいいいただけるとといいかなと思いますで、えー、これパーカッションやってる人でもあそうなんだってね知らない方がよくいたりするんだけどこれそれぞれ完全にもう独立したそれぞれ、えー、違う使われ方をした楽器だったっていうお話ですよ。はいまあ、どんな感じかと言いますと今ガはアフリカルーツなんで、まあ、もろプリミティブな、えー、叩き方、まあ、太鼓と歌とかね太鼓と踊り っていうもうもすごいシンプルな使われ方をしたと。9、え、番、ー、ルンバなんてありますけれども、えー、そういったところで叩かれていた。で、えー、これボンゴね、左の人がボンゴ叩いてると思うんだけれども、えー、ボンゴはもうちょっとポピュラーミュージック寄りというか、はいえー、路上で弾き語りをするような、まあ、ギターを持ってる方いらっしゃいますけども、ギターをこう弾きながらね歌って、えー、その伴奏の太鼓として主に使われていたという感じです。ジャンルで言うと、ソンとかね、 で最後ティンバレスはさっきも言ったようにティンパニーだったんでどっちかというとクラシックよりの還元楽器で言うとここに映ってるのはバイオリンとかフルートとか、えー、いったいわゆる楽団編成の、えー、チャランガとか言ったりするんですけどねはいってところで使われていたという感じですはい、えー、それが、まあ、だんだん時代が進んでいくごとに一緒になってきたと いつ頃ってね大体、えー、1930年頃キューバの、えー、クラブナイトクラブで、まあ、楽器のねセッションがありますと、えー、セッションの中で、えー、コンガとボンゴ一緒にやりますとかねティンバレスも合わせてみようぜみたいなね形でジャムセッションの中でだんだんその形式が出来上がっていったっていうのもありますし、えー、この頃からですねペレスプラードっていうああうっ,っていうマンボのペレスプラードが 有名ですけれども、まあ、そういった楽団の中でもうセットで使おう、はいまあ、バンドメンバーでね、えー、パーカッション3人いますとか、まあ、最初は例えばペレス・プラードなんかは、えー、ティンバレスいなかったねコンガ・ボンゴあとドラムセットみたいなビッグバンドスタイルにコンガとボンゴが加わるみたいな形状だったんだけど、えー、マチートとか、えー、マリオ・バウサーとかねいった人がティンバレスも加えたバリエーションを、えー 構築したたと言いますか、まあ、それが一般的になってきた、はい、でティトプエンテっていう、えー、チュアみたいなねティンバレスのおじさんいますけども <laughs> でこの辺の更に詳しい歴史についてはこのサルサの基礎知識っていう動画で解説しましたので見てない方はちょっと長いですけど見ていただけるとよくわかるかなと思いますはいで以後サルサバンドの編成として確立するという、えー、ボーカルがいて リズムセクションがいて管楽器がいてっていう感じリズムセクションはだいたいピアノとベースそしてパーカッション3人っていう、えー、形式が一般的になったっていう形でございますはい、えー、すいません話長くなりましたけども結論を言うとこのボンコンティンの3つが揃うシチュエーションっていうのは、えー、一番わかりやすいところでなんか音源ないかなっていうところでね、えー、サルサが一番わかりやすいと思いますサルサバンドはい 特にニューヨークスタイルのサルサっていうのが一番分かりやすいと思います逆にサルサをやらないサルサ以外の音楽でパーカッションをやるっていう場合はこれ3つなくても大丈夫ですはい極論これ「コンガとティンバレス」だけとか「コンガとボンゴ」だけとかはいティンバレスとボンゴティンバレスとボンゴっていうのはあんまないんだけど必ずしも全部揃ってる必要はありませんはい いわゆるサルサのリズムとかっていうのはこの3つがあれば演奏できるんだけれどもそれ以前の音楽のリズムっていうのは3つ揃ってなくてもいいってことねただ現代では、えー、とそのサルサの中にもっと古い音楽リズムを取り込んだりする場合があるので例えば今までそのジャンルでは ボンゴ入ってなかったんだけどボンゴを入れたパターンみたいなのがあるっていうことですね。はい、えー、チャランガには最初はコンガいなかったんだけど、えー、今ではコンガを入れたパターンがあるよみたいな感じで、えー、いろいろアレンジされております。はい。